シャボンディ諸島で再集結を果たした麦わらの一味は新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れる。そこは竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは仲間たちと共に王宮竜宮城に招待される。魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が囚われてしまったルフィは残る仲間と合流しそこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。ホーディの奴が、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベイ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君。お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果この危機から魚人島は救われるとしても人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベイ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。始まるんだ。魚人空手の神髄は水の制圧。大気中の水から体内の水へ衝撃の波動が貫く。生物は水の塊。ゴム人間とて容赦はない。修行の
成果はこんなものか。戦いはこれからじゃ。俺はあいつらをぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディーをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディーにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ、仲間を救出せ。仲間救出の方法についてじゃが、なんとかしてくれ。雑な作戦だな。おい、お前の頼みだからやるんだぞ、ジンベ。応援なんかされたらこっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ何か悩みが。作戦名を。いらねえよ、急ぐぞ。わしは任せて。あたしとロビンならできそう。ああ、全魚人島民、聞こえるか。俺はオーディ・ジョーンズ。この国は一度崩壊し生まれ変わる。新しい王は俺だ。余裕でいられ。あるかもしれない。この決別の時、人間との友好を望む者はこの国から消えろ。人間ども、生かしておけ。
ざけるな、ホーディ。俺に反発する種族の恥さらしども、一人一人処分していくとしよう。鍵は手に入れた。ルフィたちはまだだろ？誘拐したのはお前たちなのか？答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか？敵か味方か、そんなことお前らが勝手に決めろ。吹けば飛びよ。こな十人足らずの海賊に何ができる。こっちは10万人だぞ。やっちまえ、金魚人海賊団。広場の奥にジンベ親分が捕まってんだ。俺たち助けに行ってくるぜ。よし、俺も行く。頼むの。預かったんじゃ。最高の気分、もっとエネルギーステロイドを持ってこい。ソービー船長にエネルギーステロイドを届け。
みなぎって。あのチビ急にでかく。ハルメン。あお、何も暴走まですることねえだろ。大丈夫だ。ハルメン、さ、お姿戦えるようになったんだ。負けてられねえ。アイアンパレーツフランキー将軍、略奪者の剣フランケン、エメラルラシモトデンジャラス。キャー、下段攻め、セコイが危険だ。死ねん奴らは今ここで死ね。死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す？バカバカしい。何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私、命粗末にする人大嫌いなんです。失礼です。もう切っちゃいました。おさむをござんす。お気をつけて。かすりうぶき斬り。負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言を。バカな夢見てんじゃねえよ。負け惜しみか。参った。俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。必殺緑星インパクトウルバみたいなふぬけがいるから、巨人族が舐められるんだ。これが世界みんなオール海賊の実力か。よっ
肩を組むとはジンベエもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて魚人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルフィ！何もしてねえのに、どえらい数やられたぞ！これが、覇気。たった2年で、ここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。ホーディっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。何万人でもかかってこい。と一緒にこの国を救おうとしてくれてるんだな。あとはわしらに任せて、皆は安全な場所に避難するんじゃ。 よし俺たちが送り届けてくるぜ。ホーディ、お前たちを打ち負かし、わしらは人間を愛する未来を選ぶ。いい気になるんじゃねえ。俺たちは選ばれた。復讐という正義を受け継ぐために。エネルギーステロイド、いくらでもくれてやる。もっと攻めろ。強そう。
手加減できそう。覚悟はいいかしら。俺に力をよこせ。ホーディー船長にもっとエネルギーステロイドを届けろ。この島の誰よりも弱い。これが弱いだと。悪質の歴史に目を閉じ、未来を少し変えようと歯を食いしばる、この強く優しい決意がなぜわからんのじゃ。魚人ども、降参が先か全滅が先か、三刀流黒城大竜巻。切れる竜巻だ。止まらねえ。どこまで追ってくるんだ。地獄の果てまで。この国に重要な世界の歴史が眠ってる。荒らされる私も不本意。ミルフルール、ギガンテスコマーノ。おいおい、なんだあれ。足ストン。いやー、失礼。どうか。人間相手に何をやられてやがる。今のうちに謝らせてくれ。お前さんの故郷を苦しめたアーロンはわしの弟分なんじゃ。確かにアーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、そんなひどい渦の中出会った仲間もいるのよね。全部つながってあたしができてんの。だからあたしの人生に勝手に謝らないで。
なんちゅうもったいない言葉、かたじけない。お前ら何をごちゃごちゃしゃべってやがる。気をつけろ、この女の棒、さっきからいろんなもんが飛び出すぞ。魔術師か。魔法使いちゃんって呼んでね。大運ロット。思い出せ、この2年間俺は逃げた。あいつらに捕まらねえように、雨の日も雪の日も雷の日も逃げて逃げて。なんで俺があんな目に。焼け焦げろあんな思い出。ヘルンメモリーズ。ゴムの。
死んでも死にきれん。いくぞ。すまんな。Shit.